みんな新しいこと始めなきゃって言うけど、新しいって何なのって話でさ、例えば麦焼酎、新しくないよね。炭酸、普通ですよ。でも麦焼酎の炭酸割り、ちょっと新しいと思わない？で、次どうする？次は炭酸割り専用麦焼酎、香る大隅、サントリー。おいしい。新しいこと始めなきゃって言うけど、麦焼酎を炭酸で割るって地味に新しくない？炭酸割り専用麦焼酎、香る大隅。おいしい。こんな多様性の時代によ、炭酸割り専用って、専用、好きに飲ませてよ。炭酸割り専用麦焼酎、うまい。香る大隅。専用。突然すいません、マツコデラックスです。いや、ちょっとね、怖いんですよ今回は。やっぱりこう、例えばね、サントリーさんでビールとかね、ウイスキーとかに出てくださいって言うんだったら、もうだって売れてるわけじゃないですか。だまあ、よっぽど私が皆さんから嫌われてない限り、ある程度は売れるわけじゃないですかね。あんまりイメージないでしょ、そのサントリーで焼酎っていうのはさ。それで、それを背負ってるんで、こう皆さんにね、広く受け入れてもらうためにどうしたらいいかっていうのをね、結構考えながらやりましたよ。今日でもこだわられたポイントとかありますか？今のがこだわられたポイントよね。そう、まあまあね、だからね、そのね、まずね、何にもこう皆さんの中にね、あの焼酎買おう、じゃあサントリーのを買おうっていうのがないわけじゃないですか。だからまずそこに気づいてもらうことと、こういう選択肢もあるんだよっていうのをいかに消費者の方にね、届けるかっていうのを結構考えながらやりました。どういうこの関係性なのかは、なんか番組スタッフという関係性らしいんだけど、まあ、AD ちゃんみたいなね、感じの子が、子でもなくて、聞いたら結構おっさんだったんですけど、その登場するんですけど、うん、彼のキャラも結構いいんで、そういう意味でなんかそのコマーシャルとしても楽しんでもらえるかなと思う。